なんかみんながやらない、躊躇して手拍子していっちゃうのかっていうところを、やるやみたいな感じで言ってほしい、そういう人間になってほしいって思うんですよね。仕事にも一生懸命取り組む。うまかろうが下手だろうが一生懸命やると。で、その一生懸命やることによって何かが生まれると。必ずしも楽器がうまい子とか演技がうまいとか踊りがうまいっていう子が前に出てるわけではなくて、逆に下手だから前に出すこともあるし、下手でも何でもいいから一生懸命やるっていうこと。サウンド・オブ・ミュージックっていう映画があるんですけど、あの中でマリア先生が子どもたちに、引っ込み思案よりは前に出る方がいい、同じ失敗するのでも引っ込み思案で何もしないよりは前に出て失敗すればいい、そっちの方がいいんじゃないのっていう言葉があるんですよ。それを部員たちには実践してもらいたいな。マーチングは本当にど素人だては指導ができないんですよ。っていうことは僕やったこと全然なかったので、やっぱり指導者が来てもらった。今の全国のマーチング協会の事務局長をやられている山崎先生、宮崎学園にもたくさん来てもらったことあるんですけど、その先生がもう一言なんですよね。焦らなくていいと。自分がやりたい時にやる、やりたくなければやらなくていいと。そういうスタンスで息の長いマーチングをやっていったらどうかっていうところから、自分の荷がこうやって降りて、今もここで続けさせてもらってるんですけど、台湾に、うちも2回、演奏旅行に行ってます。で、ステージドリルを、やったことがあるんですけど、宮崎学園の部員が世界的にこうやって進んでいけるかっつったら、そこまでは今全然ないんですけど、ただ下手だから出ないとか、下手だからそこに挑戦しないとか、下手って思われるのが嫌だからそこにはしないとかっていうのは嫌なんですよ。人数が少なかろうが多かろうが、下手だろうがうまかろうが、生徒たちを伸ばすっていう意味では、いろんな海外でこうやってそういうチャンスがあればやっていきたいなというふうには思ってます。上手かろうが下手かろうがあんまり関係ないんです、自分の中では。ただ吹奏楽しか知らないっていうのは嫌で、マーチングもやっててほしいし、アンサンブルもやっててほしいし、要はちっちゃい人間になってほしくないですよね。高校のたった3年間を終わって、いや私はすごく充実してましたわと言うんじゃなくて、高校卒業した後もマーチングをする機会があれば、いろんな他の団体と一緒にやったりとか、他の友達と やれると。ただやったことない人はそれができないんだと思うんですよ。やることによっていろいろな輪がどんどん
広がっていくっていう、そこに重きを置いてます。なので本当にうまいとか下手とかっていうのはあんまり関係ないです。自分の中ではですね、やるっていうことが大切。吹奏楽しかやらない学校よりもマーチングで違う人がと接することがあって、輪は広がる。まあ、当然マーチングの方も全国全世界でやってますし、吹奏楽も日本とあと全世界でもやってます。たった一つだけを取り組むのか二つ取り組むのかって言ったら、二つ取り組んだ方がやっぱり人間的な幅も人脈も増えてくるんです。これが一番の醍醐味かなと僕は思ってるんですよ。クオリティはやっぱり求めていかないといけないのかなとは思ってます。あと部員も人脈、人とのつながりをやっぱり広めていってほしい。もうそれだけですかね。これは私たちの新しい物語。数ヶ月にわたり皆様と共に過ごした記録。ずっと終わらないこの世界。退屈なままだと思ってたこの世界。考え方や物の見え方を変えてみると、こんなにも素晴らしい景色に出会える。私たちが見てるこの世界は新しい物語の始まりに満ち溢れているのかもしれない。